名所、慌てるでない。あれは種を宿しただけじゃ。どうやら私たちの木で受粉に成功したようですわね。ほれ、セショちゃん、変化が始まるぞえ。オオカの種は花を咲かせ本来の姿に戻っただけだ。心配することはない。よかった、お前は本来の姿に戻れたんだね。よかった。それにそろそろ私たちの役目は終わりのようですわ。おお、師匠たちが迎えに来てくださった。あ、白孔明のおばちゃんたちだ。これなんという無礼な口を聞く。何よ、師匠ったらさっきから。ピッカ師匠、どうして秘書死刑は聖書のことになるとああ向きになるのかの。こうして桜花の種は白孔明師匠らの手によって本当に必要な時まで天界にて預けられ、桜花の時は守られた。世紀の時は淡々と過ぎ、来世将たちは皆晴れ晴れとした顔つきであった。原始に混沌あり、対局より陰陽分かれ入れて天となり明となる。木下土言水懲りて一輪の大花を生ず、これ大地桜花なり。天に28の生殖ありて桜花の因果をすべ、時の流れ乱れ一斉生じて大地に下る。それもまた因果なり。されどそれが何の因たるや、またいかな顔を生むや、いずれも知らず、かくて時は流れる。